あ、行くぞー。ほら。いいですね、気合入って。じゃあ、早速開始したいと思います。いいでしょうか。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。コメント隠します。はーい。自分の声を配信で聞くとショックなんだよね。おっしゃ、行くぜ。ちょうど10時スタートでいいね。いい感じ。わお、し、よろしくでーす。よろしくお願いします。おいおいおい、どうするこれ。はい、私ソルジャーです。ソルジャーです。はい、聞こえますか。トイレ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 。トイレ？一生まれます。それいつもね、ルーティーン。これミルクティー、ミルクティーメディックです。あ、ごめんごめんごめん。足もメディックです。ノセントです。今ちなみにキトさんがちょっと殴られて HP 減ってますね。自ら白アピしていく。あ、春尾探偵です。あ、探偵。春尾探偵。本当に？パピコさん役職なんですか？イノセントです。え、なんて？さっき言いましたよ。イノセント。イノセント。あ、なるほど。聞き取れなかったんです。埼玉が生んだ近代一少年とは。また尋問始まったぞ、尋問が。始まった。ちょっとパックが近寄らないで、近寄らないで。何ですか？コケしてなかった、ごめん。ハッカーでーす。ハッカー、なるほど。あれ？あれは？違反者は？あ、俺もハッカーです。こんばんは。ディレクターいないの？ディレクター。ディレクターいないの？ないんですかね。いないことはないよ。いや、あるある、いないことあるよ。あ、本当にごめん。ある、ゼロ、ゼロあるよ。スコップでーす。マジかー。マジでーす。スコップかー。組作っていこう。あー、焚き火っすね、焚き火。左に2つと、右上に2つだね。あ、動物動物、動物狩ろうぜ。あ、痛い痛い。太郎さん、ちなみに役職なんですか？探偵です。探偵言ってました。待って、お腹いいのかな。誰だろうな、トレーター。 HK さん、ちなみに何でしたっけ？僕はイノセント。了解です。開けてます。ホットパイ1個先着でどうぞ。あ、欲しい欲しい。はーい。誰か皮持って行ってますね。パックパック。ああ、オッケーオッケー。持った、持って行った人います。ちなみに倒したの誰ですか？ちなみに。倒しました。先に殺したのは俺と、あと他に誰かいたかな。周り誰いました？カンタータさん。俺、次編です。なるほど。ホリ行きましょうよ、ホリ。ホットパイ1個捨てます。いいね、どうぞ。ホリ行きましょうよ。ホリ行こう。行こう行こう。あ、これもらっていいんすか？え、どうぞ。ありがとうございます。え、どうする？チーム分け、チーム分けになります。チーム分け、上から4名、下から4名で分けます。上、HK、事件。あ、ちょっと待って、誰かいなくない？もういない？ミルクティーさんは？あ、いますよ。あ、いない。声は聞こえる。いない。切ってます。あ、ミルクティーさん。はい、いますよ。切り切ってますよ。あ、よかったよかった。チーム分けしていいね。どうぞ。いいよ。どうぞ。HK、事件。カンターター、ハローさんが1チーム。キトさん、ウスニさん、ミルクティーさん、パピコさんが2チーム目。もう聞き逃しないね。はい。オッケーでーす。東と西だね、これ。
で東 H 北行こうか。俺ら東っていうか右上ね。雪だるまってね。いいよね。うん。ハローさんとかいたら行こう行きましょう。ああ行こう。はい行きましょう。キャンプ作ったみんな。誰だっけ？あ、これは持ってないけど。一個あります。オッケーオッケー。俺は持ってないけど、一応、あの、ホットパイ2個持ってるから、それで、1個か2個あれば間に合うっしょ。うん、多分大丈夫だと思う。あ、おー、聞こえる。あ、聞こえる、近い。ここだ、ここだ。近い、ね。ここだ、ここだ。あ、ここだ、ここ。うん、多分ここだね。オッケー、あった。持ち物空きある人いる？あ、ホットパイ食べちゃおう。ホットパイ2個。あ、これ、落としたらいいか。とりあえずもそうか、大丈夫だよ。いい、全員持ってんだけ持っていいよ。次の地点で、次の地点で、あれ捨てるからさ、どうせ。スコープ捨てるから、ね。もう一個、もう一個。どうだ、橋渡った向こうか。ぽいね、なんか。なんかね、あの、トロッコみたいなの洞窟。そうそうそう。洞窟の前みたいな感じだよね。どこだろう。熊みたいな声聞こえんな。近寄らない方がいい。右下だね。オッケーオッケー。熊は触らないようにしましょう。はーい。熊釣ってきたら、基本的に切る感じで行った方がいいと思います。切る、あの、これもう N だよ、これ N だよ。N 来ちゃってるな。じゃあ、どっちだ？この、あれじゃない？左下の方じゃない？うん、右下かな？右下の方は、じゃあ右下行こう。熊いる方に行くことになるけど。熊、ね、を避けつつ、うん。行きましょう。はい。わあ、これか。しかも熊。これなんだ？横寒いやつ。メガブリ、メガブリ。ああ。あと30秒か。早く拾って小屋に帰ろう。そうね。か、どっかでキャンプするかだね。ここら辺でないかな。ね、どっかないか。ここら辺なんだっけ。飛ばされたらどうします？一回も、真ん中戻ります？いや、飛ばされない。これは、ブリザードだけ。飛ばされないやつ。あー、あれ？あ、いいまで来ちゃってる。いいまで来ちゃってるわ。いいまで来ちゃったよ。うん。みんなそばにいます？あ、近い近い。大採石場だって。なんか近いわ、多分。お、ゴーン言うた。大採石場。多分近い。見えんな、これ視界悪すぎるな。見えたら、ここでキャンプしよう、キャンプしよう、キャンプしよう。はーい。やばいね。いきます。ちょっと耐えるか。ほんで、お願いします。これさ、二人で置けば回復早いよ。うん、二つ近場に、近場に二つ置けば。うん。ナイス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 。めっちゃ回復するから。あ、三つ置いてない。三つあるな。あ、それ三倍だ。あ、三倍だ。どうしよう、これどっちだろう。ちょっと視界悪いからちょっと待ちましょう。そうですね。多分左の方だと思うんですよね。HK さん役職は何ですか？あ、僕あれです、あのイノセント。うん。まだ、うん、2人だしね。他は誰かイノセントしようしよう。バピコさん。あ、バピコちゃんがイノセント。言ってた。僕まだ全員のあれ把握してないけど、ジヘンさん何でした？あれ？俺ソルジャー。あ、ああソルジャーか。太鼓いなかった。ハローさんは？俺探偵。ああ、探偵か。ジェイカンタッタさんは？あ、そうね。あ、開けたね。ハッカーでーす。ハッカーね。あ、オッケーオッケー。こっちじゃない？違う。今日数的には合ってる。どっちかなぁ。こっちじゃない？ほらほら、ここだ。ここ、こっちか、こっち。うん。このなんか。あー、あったね。ここだ。あったね。ここ。これはもう持つ。持てる持てる。どうしよっか。二人持ってた。あ、持ってる持ってる。持ってる。あります。じゃあもう持ちました。三人持てばそんないらんよな。こっちにはなんかトレーダー。あ、いや一応持ってっとくか。スコップ投げちゃうね。うん、スコップ投げて持っていくよ。戻ろう。戻りましょう。うん、おのおの取れるもの取っていいけど、うん。ひとまず真ん中へ戻ってみんなと。はい。向こうが襲われてない可能性もないからね。
それ何難しい今の言い回し。うん。単純に、単純に向こうに2人赤がいたら、襲うでしょ。メガブリ襲われてない可能性もないって言ったから、それどっちの意味だろうってなっちゃった。ああ、そういう意味で。そうそうそう。襲われてるかもしれないってことね。捨てちゃって大丈夫？何スコップ捨てていいよ。もし亡くなっても、あそこで補充されるから、いますか誰か。帰ってきてないか。帰ってきてない。もしかしてバトルしてんのかな？わからん。どうする第2。とりあえず俺は、取ってきたアイテム隠してくるわ。ベリー食べる？ベリー。ベリー焼いたよ。あ、ベリー。欲しい。ベリー、ベリー2個置く。はい。まあ、待ってる間、ちょっと近場でアイテム探しておきましょう。そうですね。ちょっと待って、帰ってこなかったら見に行こう。はーい。はいよ。じゃあちょっとその間にベリーを。呪文聞いてとこうかな。アイテム、着るものが何もない。誰か斧の人います。斧の人いたら斧の人が切った方が早い。俺シックルなんだよね。シックル。あ、じゃあ俺、斧だから。木切る。でも木切るぐらいしかやることないから木切っとく。うん、キャンプ集めとこう。うん。どうすっかな、この、シーフどうすんの？用がないんか。マジでシーフどうすんの？どうしよう。向こうのメンツで、そっか、どっかな、生きてる。でも死人は出てないんかな。いや、まだわかんない、わかんない。まだわかんないね。幽霊が来て、ファーってなったらもう死人が出たってことだね。死んですぐ、アビリティ使えないからさ。了解。18分になったら、ちょっと探しに行きましょうか。了解。ごめん、メタになるんだけどいいかな。何？ソルジャーのスキルの使い方ってどうすんのこれ。あ、それ全然メタじゃないです。ソルジャーは、第一が修理終わると、このマップに、ソルジャーの場所が出ます。ああ、なるほど。ありがとうございます。すいません。勉強不足で。いい。でもこれ、ちょっと帰ってこないね。もう10秒の後。18分になったら探しに行こう。了解。さすがに遅いよね。うん。そうですね。ここまでかかることはない。よし、じゃあ、ちょっと行きましょうか。キャンプ持ちました？はい。キャンプ1個持ったよ。オッケーオッケー、じゃあ行こう。あ、俺もキャンプ1個持ってる。持った。じゃあちょっとさ、西側探しに行こう。遅いよね、さすがに。はい。遅いですね。西側の真西だね、真西。交戦してどっちかがやられた可能性がある。まあ出てきても生き残っているのは多分2人だろうから、どうなんだ。あ、それもないか。あ、そっか、ハローさん出番ですよ。あ、そうだ、探偵ああ、なるほど。探偵いいね。聞こえなかった今。ハローさん出番ですよ。探偵の力で薬もらうんでしょ。お、はい。おーい、みんな。あ、生きてんの？あ、おい。キダさんとパイゴちゃん、黒。誰？ミルクティーさんやられた。誰が黒？女性2人。あ、女性2人黒。黒本当？え、待って、でもパピコちゃんいるじゃん、ここに。パピコさんと、生きてるじゃん、二人が。死体がある。ミルクティーさん生きてるやん。死体どこ？助けて。ミルクティーさん生きてるやん。まだ生きてるやん。あった。待って、これどっちが助けて。どっちが逃げました、パピコさん。パピコさんっすね。パピコちゃん、キトさんどこ行った？探偵使える。あ、キトさんね、上行った。離脱した？あ、だったら確定かな。ちょっとパピコさん殺せない？パピコさん殺して、死体調べよう。あ、ここにソルジャーあるぞ、ソルジャー、ここに。薄井さん、そっちもどうぞ。どこソルジャー、待って、パピコちゃんをやるの？とりあえず。いい感じで。パピコちゃん逃げたんじゃない？よかった。逃げたんじゃない？助かりました。あ、オッケーオッケー。じゃあもう、声が聞こえて。二人確定でいいや。あ、二人確定でいい。で、だって、薄井さんさ、ちょっと素材、取れてない？一個取ったけど、もう一個取る前に襲われた。どっち取った？どっち取った？ちょっちゃ、これ、取ってる。あ、落とそうか。すいません。回復があるんですけど、そう。
あと車輪の方何か足りないものある。あ、これを持っていいの？寒さがやばいっす。あ、待って待って。じゃあ、あれだ。じゃあ、キャンプファイヤー、これあげる。ロータクは。これ、食べて食べて。焼いたやつだから。はい。あ、当たりに来て、当たりに来て、キャンプファイヤー。ありでーす。むすみさん、飯ある。みんなあったけえわ。ありがとう。ありがとうございます。これパンテってどうやって使うの？死んだ人のそばじゃないんだ。だから誰か殺しちゃダメなんだ。そうそう。うん、誰か死んでないとちょっと困った、今のは。待って、今ここ5人しかいなくない？あれ誰だと。あれ？ん？あれ？あれ5人しかいないよね。カンタータさん。カンタータさん。カンタータさんのこと。シーフかもしれない。あ、カンタさん。マジ？カンタータシーフの可能性はあるね。いや、もしくはパピコさんたちにやられたか。あれ、うん、その可能性もあるけど。ごっちゃになったかね。あー。まず幽霊、多分幽霊になって現れてくれるから、って信じよう。でも時間もあれだから、やっぱアイテム探し優先しましょう。はい。そうね。じゃあ、足も近いんです。ゴロゴロ落としてる。ゴロゴロ落としてる。あ、置いてる。ゴー置いてる。ここだね。ゴー置いてるよ。あ、ごめん、スコップ僕ないわ。忘れてきた。そう、ないんよ。だから、生き残りチームで、開ける？お、もうちょい下か？中見ていい？ここっすね。HK さんいいよ。これは入らないよ。あったあった。出てきた。ありました。これで揃ったね、アイテム。じゃあ第一行くか。で、速攻追放ですね。その足で追放ですね。うん、その流れで行く。回復持てんだから救急キット持って。救急キット。あ、じゃあキャンプファイヤー捨てていい？あ、OK、じゃあキャンプファイヤー僕持つわ。キャンプ。はい、持ってじゃあ回復キット。あ、今、外にキャンプファイヤー置けました。じゃあ救急キット持ってるだけ持ちます。もう、シャベルいらんからシャベルを捨てましょう。あーそうね、もう四角いやつあるの？あるある、大丈夫大丈夫。あります、あります。こっちも2種類。こっちね、ネジみたいのとダンベル持ってるから。ここ肉1個ありますね。なんだ、罠解除キットって何いるんだっけ？基板、緑3つ。緑3つっす。あ、ちょっと俺罠解除キット作るから持っていくわ、これ。あ、でもアップデート変わった可能性あるから、ちょっとそれはチェックしてない。うん。とりあえず、まあ、家に帰って、あの二人をバンしよう。緑に3つあるから。そうですね。あ、大丈夫、来てる。ハローが遅れてる。ハローが遅れてる。まあ、入ってこれでしょ。よし、よし、カンタさん、どこ、大丈夫かな。とりあえず、キトさんか、パピコさんですね。あ、帰ってきてる。あ、これ、カンタさんだな、多分。カンタさん死んでるわ。やってことは、第一を、守り人はいりますね。あー、なるほど。片方、両方追放できないのか。片方しか無理なんで。あ、ちょっと回復。うん、取っていいよ。家に帰るからね。シーフどうする？シーフ。なあ。シーフどうする？本当に女子二人なのかな？でも襲われたの女子二人って言ったから、襲ってきたの女子二人って言ったから、うん、カンタさんは本当に白なのかな？わからない。わからないですね。正直わからない。うん。うん。でもまあ、どうします6割、7割方、まあ、ミルクティーさんと薄見さん白いと思うけど。まあ、あの二人は白いと思うけど、生き残ってる、カンタさんが行方不明なのがね、ちょっと。いや、でもだって、カンタさんは僕らと一緒に行ったわけでしょ。で、向こうで女性二人に襲われたっていう証言があるから、カンタさんが単独で黒ってことはありえない。誰ですか？誰と誰を送りました？あ、女性二人、バランしますか？一応投票しとこうか。キトさんと、パックさん。あ、オッケーオッケー。もうじゃあ、カンタさんが一人死ぬ。どうしよう。カンタさん一人死ぬ。復活した。いや、カンタさん生きてました。やった。HK さん生きてました。マジ？じゃあ誰死ぬ？もう生きてるかいない。誰が死ぬ？あ、さっきの幽霊誰？カンタさんと、パピコさんをやっつけました。カンタさんどこ？あ、俺ここ、いた。やりました。二人とも倒したな。二人とも倒しました。マジか。すごっ。すごっ。やったぜー。マジで？あれ確かにあんまり一応緑の基板3つ持ってきたけど、どうする？あ、俺、罠解除キット作った。これ下から取ってきました、このパーツ。あ、じゃあとりあえず緑の基板、ストレージに入れときます。うん。まあ、ないよりあった方がいいと思うから。まあ、もう中入れたからね。素材入れちゃったからね。もう入れたからね。よ、あ、俺も入れに行きます。2種類。素材俺も入れに行く。あるんで。あ、 あと11分。ただなんか、シーフがって言ってたんで、もしかしたら一人シーフ紛れてるかも。あと一人、パピコさんバンしといて投票しないと。自分でも、二人とも死んでるんでしょ？二人とも死んでます。
あ、ハローボーいけると思うから。あの、一応し、あ、本当だ。じゃあいらないね。これ、パピコちゃんの死体を探さなきゃいけねえじゃねえかよ。パピコの死体を探さなきゃいけねえじゃねえかよ、これ。どこで死んだんだ？どこで死んだんだ、あいつら。どこで死んだんだよ。10分で死体を探さなきゃいけない。これは参ったなぁ。どうやって勝つんだよ。いや、さっきカンタさんにどこで殺したか聞けばよかったかな。いや、聞いたらくせえしなぁ。なんでそんなん聞くんすかって、なるよね。あ、どこで知ったんだ。結構、帰ってくんの時間かかってたから、遠いところな気がするんだよね。北の方逃げてったように見えたし、北側だとは思うんだけど。パピコちゃんどこで死んだの？キトさん、キトさん、パピコちゃんどこで死んだの？どこで死んだんだ？死体が。僕シーフなんだよ。どこで死んだんだ？どっち行ったんだよ。この声聞こえてんのかな？どこで死んだんだ？いた！よし。あとは任せろ。あったわ。あ、何もアイテムないわ。からお前どうやって勝つんだよ。もうリペアビーコン起動されたじゃん。第二が終わっちまうよ。早く死ねえと。早く死ねえと。じゃ、なんとかトレーターボックス開けて第一だけでもぶっ壊さないとな。こういう時にボックスないんだよな。いや、こんなところで追っかけてたんだな。ボックス、ボックス、ボックス、ボックス。ボックスねえか。ボックスねえか、俺、ボックス。ボックス。これ探すとないんだよな。適当にフラフラしてたらあるのにさ。探すとねえのよ。興奮ざった。興奮ざったぜ。ワンチャンある、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 ワンチャンある。ワンチャンある、ワンチャンある。ワンチャンあるぞ。あとボックス。あと二つぐらい開けて。あと二つぐらい開けて。第一壊して。ディフェクターいないって言ってたからな。どっか近くに運ばれたの。第一どこだっけ。え？マジか。じゃあもう やるしかねえな、これ、ここで。ここでやるしかねえ。早すぎだろ。
丸見えだな。シーフを今やってる、シーフで生川灰で今撮ってるはずです。今だいぶ、あ、いた、あ、あ、いました、い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 た、あ、いた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 、あ、うわ、めっちゃ強い、めっちゃ強いな、急いで、急いで、あー、やべ、これと起こして、起こして、先に起こして、あと半分、HK さん、あと半分、あと半分あんの、あ、もうちょっと、あと1、よーし、あー、やったー、クリアられたな、あー、勝った勝った勝った HK さんやっぱシーフ、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 これもうシーフですよ、あー、あー、5人だけ HK さん全部やっとる、おめでとう、やったよ、やったよ、ふとさん、バッコちゃん、やっぱ女性2人があれだったのね、そうそうそう、はい、で HK さんが取りに行ったやろって話をしてたんです、そうそう、僕も速攻で探しに行った、今第一家からいいものってバンしようと思ったよね、そう早かったね、あの強化 があれでしたね、あーあれね、あれあれなんですよ、ドリンク1本しか飲んでなくて、でもたまたま1個目の箱に興奮剤があったんで、今興奮剤飲んだんすよ、そうそうそう、このね、やべえ、ちょっと場所言うてしまった、ちょっとミスですね、いや場所聞いてないですよ、めっちゃ追いかけてくるから、いやでも、まあ、さんありがとうございました、いやでもシーフとしてはもうシーフとしては完璧なプレーだったね、いやめちゃくちゃ焦りました、地味にあのカンタードさんがどう買ったのかも気になんねんけど、普通に殴り勝ちました、うん、多分ライフないんじゃないかな、シーフさん普通に殴りまくってましたね、シーフ、シーフの立ち回りとしてはわっきですね、いやおもろいな、いや嬉しい、シーフでちゃんと勝ったの初めて、おめでとうございます、ありがとうございます、ちょっと後でまた配信見らしてもらいます。どういう立ち回りしたかね。結構神がかってる。次行きましょう。はい、次行きましょう。ちょっと悔しいんで次行きましょう。で、今まだね、ごめん。むしゃぶるしてる。ちょっと手震えてる。おい。キドさんとパイコちゃん、黒。ミルクティーさんやられた。誰女性2人、女性2人。女性2人。女性2人。どうせ2人来るぞ、待って、でもパピコちゃんいるじゃん、ここに生きてるじゃん、2人とも死体がある、ミルクティーさん生きてるよ、助けて、助けて、まだ生きてる、あった、死体はないんだね、これパピコさん黒っぽいですね、これ逃げましたね、パピコさんですね、パピコさん、そうパピコちゃん、キトさんどこ行った、え、判定使える、あ、キトさんね、上行った、キトさんとパピコさん、だったら確定かな、パピコさんこれ追っかけた方がいいですか、パピコさん殺せない、パピコさん殺して、あの死体調べよう、今追っかけてまーす。あ、どこ？あ、NW ですね。待ってくださーい。遠いな、めっちゃ逃げる、あーそうか、2人おんのか、あら取ったな、割とチャンスなのでは、やれるかな、
よし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 、やったー。強いんだけど、失敗した。やめてください、違うんです、違うんですよ。なんです、やめてください。すまん、すいません。もしかしてあなたシーフですね。シーフですね。シーフなの？シーフじゃないです、ハッカーです。やめてください、やめてください。やったぜー、はい、初めて働けた。わーい。アイテム何持ってんだろう。あ、いい、いいの持ってる。よし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 、これは働いてるな。あ、はいはい、やったぜー、働いたぜー、戻るぜー。このゲームやってきて一番働けたかもしれん。みんなー、みんな俺やったよ。みんなー、やばい、クマおるな。みんなー、みんなー、ちょっとあれ戻ろうか。多分な、真ん中おったら、うわー、クマだー、助けてみんな。これどっから戻れんのや。あ、ちょっと待って、ここクマいすぎじゃね。みんなー、って帰りたい。みんな、やりました、やりましたよ、やりましたよ。二人やっつけてきました。やっつけてきました。今マットだったんで。あ、オッケー。みんな、みんな、俺やったよ、俺やったよ。やっつけてきた二人。NE あたりで二人ほふりました。やったぜ。でついでにこれも拾いました。は誰ですか。あ、俺です。誰と誰をほふりました。誰だっけ。キトさんと、パックさん。あ、オッケーオッケー。もうじゃあ、カンタさん一人。どうしよう、カンタさん一人復活した。復活した。いや、カンタさん、やった。やりました。HK さん、HK さん。マジ？やっつけました。俺がいない。あ、さっきの幽霊誰？キトさんとパックさんをやっつけました。カンタさんどこ？あ、俺ここです。やりました。ほんで、これ取ってきました。二人とも倒した。二人とも倒しました。やったぜー、やったぜー、マジで嬉しい。一応緑の基板3つ持ってきたけど、どうする。あ、俺まだこれ死体から取ってきました、このパーツ。あ、じゃあとりあえず緑の基板ストレージに入れときます。うん、まあないよりあった方がいいと思うから。倒したんだ。やったー、ね、素材入れちゃったからね、もう入れたからね。よ、あ、俺も入れに行きます。2種類素材俺も入れに行く、あるんで。 あと、ただなんかシーフがシーフがって言ってたんで、もしかしたら1人シーフ紛れてるかも。あと1人、あと1人パピコさん番しといて投票しないと。はい、自分キトさんに投票しました。2人とも死んでます。ごめん、あの一応し、あ、信頼のために番しといて。うん、ごめんね。で第一がどこだったっけ。まあ、ソルジャーついでにライフルも作ってきました。おお、左下見に行こうか、みんなで。オッケー、左下。はい、ちょっと時間も変わっちゃってる。左下、HK さん大丈夫。6人、あ、残り5人に全員ちょっと言っとくんですけど、シーフが一応紛れてる可能性があって、はい、それは分かる。一応カンタさんが候補には上がります。なのでそこだけ注意してください。理由を教えてください。そうですよ、殺してる人しか盗めないんで、殺してる死体からしか生きれたもトレーダーってことです。この状況でさっき5人の5人のうち4人は倒せてないんで、盗める
ロールを盗めるとしたらカンタさんだけなんですよ。なるほど、確かに2人とも。そうですね。で、まあ、カンタさんがおっしゃ、一応、ね、一応疑うわけじゃないんですけど、まあ疑ってるんですけど、カンタさんが大丈夫です、大丈夫です。大丈夫です。可能性だけいいですね。うん、可能性はありがたい。はい。キトさんか、パピコさんがまだ生きてて、一人だけ盗まれてる可能性あるんで、そこだけ注意してください。この回復はじゃあデコイってことなのかな、なんか怪しいよな。うん、デコイっていうか、うん、どうなのか。電線発見、電線発見、こっちから。あ、やったー。はい、ちなみに HK さんは？あれ？臭いっぱい。HK さんどこ行った？右上行った？ HK さんどこ行きました？ HK さんがね、もしかするとシーフの可能性あるんですよね。うん、あー、俺、ごめんなさい、俺殺した位置行っちゃった。あ、オッケーオッケー。え、聞かれました、HK さん。いや、あの、自分から、あの、喜んで行っちゃいました。オッケーオッケー、全然大丈夫です。あー、なのでどこ行けばいい？え、まだまだ右上。あ、まだこっちか。動物殺す？まあいいや、時間ねえや、動物殺す時間が。これね、HK さんが今から、その、シーフで、パクってたとして、はい、そしたら、あの、第一施設がね、壊される可能性があるんで、とりあえずね、確認したら、速攻第一に戻ります。わかりました。あの、第一行ったら、お、出たね。あ、カンタさん、ちなみに、殺したん、二人とも殺しきってるんですよね。はい、二人とも殺しきりました。で、アイテム、オッケー、じゃあ、一回アイテムを、アイテム何ですか？なんか、あの、第一の、直すやつとか、あとはシャベルとか、毛皮とかでした。おじさんがもし狼になったとしても、今のうちに早く終わらせます。2人か3人、2人か3人。3人で、おじさんをちょっとバンしといた方がいいんですよ。安心安全。なるほど、なるほど、なるほど。そしたら、あの、第1は壊されないんで。でも、第2どうする？第2。第2は、ここを多分あれでしょ？あの、復旧させたら終わりでしょ？わかった。うんうんうん、じゃあ、俺と戻る人を誰か選んで。ちょっと待って、今もやりたい。俺、そうじゃん。いや、分かった。ソルちゃん決定だから、俺。間違いないから。ちょっと。あ、来た、クマ来た、クマ来た。クマ、はい。あ、右にクマ、右にクマ。右にクマ1人、1匹。おおおおおハローのエイムが光る。おお、結構多いな。余裕出せ。待て待て、いいよ。あ、冷却来たな。冷却。ようやく妨害系が来た。寒い。あ、バカさん、ちょっと待って。薄井さん復活して。誰か起こしてください。ちょっと待ってね。いいです。さあ、食べます。あ。薄井さん、お肉。ありがとうございます。あ、回していいよ。OK、回して。救急薬置く、薄井さん。右から狼、右から狼。はい。右が狼。ちょっと左から狼。左から狼。はい。ちょっと、まだ大丈夫。寒い。ごめん、今倒れても、あの、ぶっちゃけ安全だから、ちょっと無視するかもしれない。ごめん。OK、OK。大丈夫。あ。何になった？熊いる、熊いる。チェック。誰か起こしてカンタータ薄に落としてヘルプでーす。ごめん、クマ倒す。助けてー。今は無理やな。オッケーオッケー、助けたね、カンタさん。動かない。よし、家に戻っておじさんバンしよう。ありがとうございます。おにぎり、食べ物欲しい人。食べ物、はい、はい、はい、あ、欲しいです。はいはい、おい、一個もらうね。ありがとうございます。はい、回復もそこ落としたんで、薄井さんどうぞ。 ありがとうございます。よし、戻りましょう。で、見直してけど、家戻れば間に合うか。おじさんバン。おじさんバンして、戻ってきて、かな。はい。急げ。そうか、シーフはこの場合も、サバイバー側が減ることあんまないやろうから、取れた後に行った方が、そうですね。やりやすい。やりやすい。もう死んだ、うん、死んだっていう確認を取ったから、すぐ取りに行ったんだと。そうなんですよ。あー。取りに行った。シーフを今やってる、シーフで、生川灰で今撮ってるはずです。しまった。今第二。あ、いました。いた。おじさん、コース。あ、めっちゃ強い。めっちゃ強いな。急いで。あ、やれ。これと。
起こして起こして、先に起こして。あと半分、HK さんあと半分。あと半分もあんの？あもうちょっと、あと1匹。あー、あー、やられた。すげー。やられたな。あー、勝った。勝った。